こんばんは。こんばんは。6月12日午後7時になりました。346回ですね。しゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけども、寒かったですね。予想最高気温が17度、16度、17度、なんか4月ぐらいの陽気だと言ってましたね。今日はね、本当に上着を着ててね、ちょうどいい方です。今ね、帰りましてね、夕刊見たんですけれども、フランス大統領選挙ですね、第1回投票でマクロン新党圧勝って書いてありますね。それからね、今日梅雨の晴れまでね、田んぼで泥遊びってね、子どもたちが楽しそうに遊んでますね、というようなことで、今日は良かったですね、明るいニュースで始まりました。ということでですね、今日は、豊坂郵便局の局長さん、佐々木さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐々木さん、早速なんですけれども、今ね、豊坂郵便局の局長さんなんですけれども、豊坂の前はどちらにいらしたんですか？この前は江北郵便局というところにいました、ね、はい。江北でも局長さんだったんですか？江北では違う、局長の下の役職にいました。副局長、課長代理。あ、課長代理、はい、はい、分かりました。それで今ね、先ほども言ったんですけど、郵便局にお勤めなんですけれども、若い時から郵便局に勤めるぞっていうようなことで。そうですね、高卒業してずっとやってます。うん、はい、はあ、その高校の頃から自分は郵便局に勤めるんだっていうような、その意思を持って。いや、特にそれはなくて、ただなんとなくこの世界に入ってました、うん、はい、なんとなくって言って、はい、ね、郵便局みんな勤めたいって時はなんとなく来たわけじゃないでしょ？なかった。とりあえず公務員ってことで。ああ、はい、公務員になりたいと、はい、ああ、そっか、ね、今公務員じゃないんですけどね。ああ、そうだね、今は公務員じゃないですよね、はい、なるほどね。そうするとやっぱりあれ、高校卒業して入られた。そうですね。お若い顔してるけど、まだ15年ぐらいですか？もうね、34年になります。あ、はい、そんなになるんですか、はい、そうすると結構の落としですね、はい、あ、そうなんですか。50過ぎてます。そうなんですか。まあ30何年ですね、はい、いくつの郵便局、こう何、転勤というか5つ目ですね、今の局は。ん、5つ目、 5局目。 5? はい、10年か15年じゃね、30何年だよね。そうですね。5って少ねくねえですか？はい、少ないですね、比較的少ないですね。普通ってだって、3年4年5年か10年で転勤ですもんね、普通はね。あ、じゃあ同じか、はい、普通か。そうすると10年だと5代50年になっちゃうそういう、はい、そうなんですか。5局で、その中で記憶っていうか残ってる郵便局っていうのはあるですか？まあ、採用はね、東京だったんですけど。あ、採用は東京、はい、でそこで5年後に、長野に来ました。小川村の郵便局ですけどね。ほう、小川村で、はい、そこに21年いましたんで、そこが一番長かったですね。あ、じゃああとはもうチャチャチャっと回った。そう、そんな感じですね。ね、5年以内で。5年以内でね、はい、あ、そっか、はい。その21年なんで、その、話してくれなかった、小川郵便局で。そうですね、なんか忘れ去られてずっと小川にいたみたいですね忘れその冗談みたいな話なんで、まあ、なんでその21年、よくわからないです。わかんない、はい、移動の命令っていうか、移動の命令もなかった、ね、なかったね。ああ、嫌だせったわけじゃねえ。嫌だとも言ってなかったですね。はあ、居心地が良かったんですね。はあ、やっぱり記憶に残ってますか？そうですね、やっぱり、うん、よかったんでしょうね。半分以上いますからね。そうですよね、はい、30何年で20年だから、はい、3分の2は勤めてましたんでね、はい、その
ね、先ほど高校の時にこの郵便局ってお話しあったんだけども、ね、きっかけっていうのは何かあるんです？郵便局に勤めてやっぱり公務員になりたかったっていう。それもあるし、うん、よく中学校の時切手を集めてた。で郵便局行くと、うん、クーラーが効いてて冷水機もあって、うん、これいいと思ったんですよね。はい、いや私が今ね真面目に聞いてるんですけどね真面目な話ですか？そうですよ、はい、真面目な話でクーラーあったから入った。あららららそれは漫才であれ面白いですね、うん、あそうなんですか。当時珍しかったですからね。あ、はい、そうか30何年前だから、はい、そっか、はい、あ今ならねどこでも入ってるんですけどね、はい、はそうなんですか。それでね今、まあ、局長さんなんですけども、局長さんの仕事ってのはどんなお仕事をされてるんですか？まあいろいろ全般的なこといろいろやりますけど。あ全般的なこと、はい、普通にこう窓口の仕事もするし、広報の仕事もするし、あ、はい、郵便配達もするし。配達はやらないですね。配達と取り集めは大きい局でやってますので。そうか、はい、松代郵便局もやってない。やってないですね。やってないです。あ、そうかそうか、はい、なるほど。要するにそうすると事務的なことですね。あの受付窓口。そうですね、が事務的なことと営業もしますよね。営業もするの？はい、目標がありますもんで。郵便局だよ。はい、厳しい目標があります。ああ、株式会社みたいなね。うん、株式会社なんでね。あ、そうかそうか、そうだ。あ、今公営じゃねえもんね、はい、あ、そっか、ちょっと俺頭切り替わってなかったな、まだ。あ、そうなんですか。ところでそのね、豊坂郵便局っていうことなんですけれども、あの豊坂郵便局ってなんかその独自でやってるような業務というか、業務っていうか、サービスで、ね、ポイントカードっていうのをやってます。それは豊坂郵便局だけ。そうですね、この辺でうちだけだと思うんですけど、はい、ポイントカードはよく店屋に行って。そうですね、ポンとか押さず一回こうご利用のたびにハンコをして10個貯まると、うん、ボックスティッシュどうぞとかね。 あります、はい、なるほど、はい、じゃあ私も行って、1万円を預かして、お預かお預けて、そうですね、打者1個して、はい、次回行きゃ。あ、そうです、あの ATM 来たついでにちょっとこれスタンプってくれば。あ、します。今度 ATM ね、はいはい、ATM あるんですか？あります。お、じゃあ今度 ATM 行かせてもらって ATM やって来たよって言えばいいんですか？あ、そうですね。あ、分かりました。じゃあ10回ってなんかねもらうようにね、ぜひ行きたいと思うんですけども、よくあの郵便局ではあのギャラリーなんてのあるじゃないですか、はい、豊坂もあるんですか？あの壁を一部お貸しして地元の方で。壁貸してくれんの？はい、持ってていいよって。そういうわけじゃなくて壁のスペースを貸してますね。スペースが、はい、まさか壁持ってていいよじゃねえもんね、はい、ああなるほどね。はあ、どんなもん飾って？今写真が飾ってあります、はい、それ飾るというのは、ね、もう何でもいいんですか？うん、飾れるものは何でもいいです、はい、誰でも？誰でもいいです。誰でも、はい、じゃあ私が行って写真撮ったの、局長これ飾らせてくださいって言ったら飾って、あの内容によってはいいです、はい、あ、それはあれですか、豊坂の人じゃなくても？あの内容によってはね、はい、そうか、審査、局長審査があるんですね。そうです、分かりました。じゃあ私なんかダメですね、ちょっとあんたはダメよなんてね。そうですか、いろいろ壁に飾るもので、あとはあとね、ガラスケースもありますんで、うん、置くものでも大丈夫です。あ、飾って置けなんか先に作ったね、粘土細工だとか、ね、はい、なんかいろいろ、はい、ああそうなんですか。今まででどんなユニークな作品なんていうのは今までどう？ユニークとか今までね、ちぎり絵を飾ったことがあるんですけど、うん、ああ、うん、そうですか、結構好評でしたね。おお、そうですか、ちぎり絵もね、はい、あれもいいですよね。やっぱり切り絵と違って、あのこうなんですか、切ったところがこうボコボコってなってね、柔らかい感じがしますよね。よく存じですね。してますね。あの柔らかい温かみがありますね。ああ、そうですか。あと郵便局なんで、うんうん、絵手紙なんかももしよければね。なるほど、ね、そうだ、郵便局だもんね、はい、そうかそうか、そうですか。それでその特にね、その地域の郵便局ってことで、その地域の皆さんとのつながりなんてのはどうなんですか？
ああ、結構いろんな行事呼ばれますんで、うんうん、いろいろ顔を出してます。ああ、はい、いや例えばね、豊坂ってあれほら、あ、虫が飛んでた。水上山でピラミッド祭りありますね。はいはい、ああいうなんかも、あれも呼ばれましたんで参加させて。参加して。はい、あ、じゃあいろいろとその地域の皆さんの行事とかはもう大体参加される。そうですね。まだねなって2ヶ月なもんでね。まだどんなもんがあるかっていうのは。ああ、はい、じゃあやっぱり豊坂小学校の運動会だ、音楽会だ。今のところはね、入学式が呼ばれて出てます、ね。あ、そうなんですか。入学式。そういえば、はい、先日あのマラソン大会あったじゃないですか。あ、はい、参加した。あれはボランティアで参加させてもらいます。あ、はい、ボランティアで、はい、走った方じゃなくて、はい、ちょっと走るのは無理なんで。ああ、なるほどね。あ、そうですか。じゃあいろいろこう参加されてるんですね。はい、おー、そうですか。これはですね、あと郵便局職員は何いらっしゃる。私含めてね、社員は2人です。2人で、はい、え、あそこで2人なの。はい、あらららららら。ただまあ忙しい時とか、うん、社員休みの時の非常勤が1人います。あ、はい、なるほど、はい、ということは郵便局には常時2人はいる。2人はいます。あ、そういう計算ですか。はい、じゃあ、どなたかがお休みの時にはその方に来ていただくと。そうですね。はい、おー、そうなんですか。少数制でね、素晴らしいですね。はい、で結構郵便局とは大変ですか。局長さんの仕事ってのは大変ですかね。まあ大変は大変ですね。いろいろありますんで。さっき言ったようにその営業も行かなきゃいけないと。はい、ね、保険の勧誘と、はい、大変ですね。最近目標が厳しいんで。はあ、保険もその、目標、金額を決めてきて。そうですね。これ以上やれと。そういうことです。はい、そうなんですか。いや大変ですね。宮坂さんもお願いします。あらら、じゃあ次行きましょうね。それで特にあのお客様に気配りというか気を使っているようなところって何かありますか。あ、やっぱりそうですね、言葉遣いには気を使ってます、ね。あ、そりゃそうですね。はい、あとはその今最近いろいろその振り込みとか詐欺、そうです、ね、お料理詐欺とか ね、あるじゃないですか。その高額ね、下ろされるお年寄りとか必ず注意して、うん、それはあれですか、窓口から見張ってるんです。 ATM は見張ってますよね。へー、窓口来た方、あ、 ATM もあるんですか。 ATM もありますよ。あ、もうあるね。はい、ATM じゃあこうすぐ近くにあって見張ってるか。うん、そうですね、あの防犯カメラとかありますよね。あ、はい、じゃあ窓口からその ATM の防犯カメラをいつも常時見てる。そうですね、チェックしてます、ね、チェックして、でそういうお年寄りがなんかこう例えば携帯電話 し、ね、しながらやったりするとちょっと行って、そうですね、はい、ちょっともしもしなんてやるわけですね。はい、あ、今までその未然に防いだな、なんかそういう人なんてのはまだ今のところないですね。はい、そうですか。まあ いいことですよね、そういう、まあね、あまり出くわさない方がいいですよね。はい、はい、それで先ほど小川の郵便局には長くおいでになったっていうことなんだけれども、はい、なんかびっくりした。あ、ありましたね。で経験があるじゃないですか。なんか面白いお話ですか。自動ドアがね、うん、開いたと思って。自動ドアってドア開きますよ、ね、うん、誰も人の気配がなかったので。あら、やだ、幽霊とか。そうそう、まあ、昼間だったからね。あ、昼は幽霊出ないですね。猫が来たかなと思って、ほう、でまた閉まったんで、ほう、そしたらまた開いたんですよ。ほう、誰もいないのに。誰もいないのに。あれ、猫もいないのにおかしいなと思って。昼間から出ないですよね。で見に行ったらね、すのこの下にね、蛇がいたんですよ。あら、あらら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 、下ペロペロした蛇がいて、ね、あら驚いてね。そりゃびっくりしますよね。裏のうちが店だったもんで、うん、裏のうちのじいちゃん呼んできて、うん、はい、殺虫剤1本丸々かけてます。はあ、退治しました。蛇に殺虫剤それしかなかったもんね。ああ、まさか捕まえる、やだ、見てましたこっちはもう。やだな。いや、捕まえてもうヒクヒクしたところを川へポーンと捨ててきました。殺虫剤で結構死にますか。だいぶ効いてましたね。ああ、やっぱり、あ、そうだ、人間だってね殺虫剤毒だもんね。そうですね。ああ、蛇もそうなんですか。
まあ噛まれなかった、まあ、まあ青大将だったから、ね、青大将だから、はい、そっかそっか、はい、もうねだいぶあの時間も過ぎてきてしまったんですけど、 その局長さんとしての意気込みってのはあるんですか、まあ、ぜひまた豊坂郵便局をなるべくご利用いただくってことが一番のお願いです。ぜひあれもちろんそう、ください、豊坂の人じゃなくてももちろんいいんで、ね、誰でも来てください、はあ、それじゃあぜひね、もう一回ちょっと、ぜひあの松代郵便局じゃなくて豊坂郵便局、ね、ぜひ松代の方も豊坂郵便局をご利用ください、ね、はい、ポイントはあるしね、はい、ポイントカードありますんで、はい、ぜひ来てください、このしゃべくり松代を見た人に、1回につき2つポイントとは、あ、いいですね、あ、本当に、あ、言ってもらえれば2つ押します、あ、はい、あ、言っちゃったね、はい、ね、ぜひいろいろお願いもします。あ、そうですか、いやいやいや、じゃあ松代テレビ見ましたって見たと言っていただければ2つ2つ押します、はい、じゃあ私、一緒に行ったので私は3つぐらい、それは無理です、あ、無理だな、はい、わかりました、はい、すいません、そんなところでね今日も終わらせていただきたいと思うんですけども、局長さん今日はどうもお忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、三田さん、はい、ふぐろさんでした。いや、どうも。保険も話してましたね、保険はいくて、あの、豊坂郵便局使ってください、あの、ポイントね、いっぱい押してくれってよ。あ、そう、皆さん、あの、なんかあの、保険やるとね、10個ぐらい押してくれるらしいよ、うん、どうだね、なんか話題さっと変えちゃったね、うまいね、ちょっと、ね、まあまあね、まずい雰囲気になったので、ね、そうですか、はい、ということでお知らせも、このね6月の24日、ね、はい、恩田木民近のね、財政改革っていうのでね、はい、またマッスル学講座やりますね、うん、はい、マッスル公民館でね、1時半から行います、はい、会費500円という形でね、うん、はい、これからまたずっと、これ続いてね7月の22日も一応やる予定でますんでね、ぜひ、ご参加いただければありがたいなというふうに思います、はい、で続いてはですね、はいはい、来週はですね、はい、まあ、私もちょっとやらさせていただくんですけどね、いやいや、はい、長野市の農業研修センターってね、うん、東寺にできたんです。あの、なんて、なんて農業長野の辺、うん、全然全然、あ、そうじゃなくて、あそこにあの斎場があるじゃないですか、新しく大きな斎、あれのすぐそば、はい、あそこに、ね、できましてね、研修センターのね、センター長さんに来ていただいて、うん、そのどういうふうな形でね、うん、できたのかとかね、あとはどういうふうにやればいいのかとかね、まあ、希望たくさんあるだろうと思いますのでね、うん、そういうお話をねちょっとお聞きしようかなっていうふうに思ってます。はい、そんな形で、いいお話をねたくさん、はい、そうですね、まあまあそれもいろいろなものがあるのでね、はい、わかりました、じゃあそんなことで来週、はい、ということで、はい、来週のしゃべくり松戸、はい、どうぞお楽しみに、お楽しみに、かんちゃん今ちょっと